陸栄邸、陸栄邸は、新末民発の軍人、政治家、地安族、創族、桂城軍、後世軍、後世派の創始者、指導者、後の理想人らの桂城軍を新後世派、新桂城系と呼ぶのに対し、陸栄邸の桂城軍は、旧後世派、旧桂城系と呼ばれる。中華民国の初代後世と説く。元の名は、阿蘇、阿蘇との説もある。 地は環境。陸栄亭坂は、貧能の出身で、少年時代は生計を立てることもできず、ついには、盗賊や、怪盗の一員として活動した。1882年、高所8年、水口関の新軍に投降する一方で、現地の怪盗である、三天海にも加わっている。1884年、高所10年に勃発した、清志仏戦争。 中仏戦争には、真の正規軍に加わって戦った。しかし終戦後、正規軍から除隊され、再び盗賊の生活に戻っている。陸は、主に、フランス軍を相手に活動したことから、現地の民衆からは慕われたという。1894年、高所20年、陸栄へ帝は、高成帝徳祖元春の勝負に応じて、艦隊の職を与えられる。これ以後のは、 新朝の正規軍として活動した。1903年、高所29年から1905年、高所31年にかけて、厚生省で発生した、怪盗の大規模な放棄の鎮圧に従事する。1904年、高所30年冬、両校総督、新春県から、厚生変貌軍、栄安座へ投了に任命され、約4000人の部隊を統括した。これが、 後の桂軍の中核部隊となる。1907年、高所33年12月、陸栄亭は龍ュ光らと共に、孫文らが引き起こした鎮南官砲機を鎮圧した。この軍港により右高鎮総兵に昇進、後に左高鎮総兵に移動している。1909年、戦闘元年、高西を、ただし弁に昇進した。1911年、 先頭三年六月、後世帝徳であった劉の後任として、陸は後世帝徳についている。同年十一月七日に、後世純武陳兵が武将旗儀に交応する形で、後世省の独立を宣言し、後世軍政府を樹立した。この時、陳が軍政府都督となり、不正主王、柴幸と帝徳陸栄帝は副都督となった。まもなく、 陣と王は、厚生省を離れたため、陸が、厚生省の実権を握った。過去の経緯から、中国同盟会など革命派との関係は悪く、陸はこれを鎮圧して、小生の主導権を握り、また、桂軍を確立した。1912年、民国元年2月8日、遠征前から正式に、厚生統徳に任命されている。1913年、 民国二年の二次革命、第二革命では、遠征外を支持し、将来で放棄した革命派を鎮圧した。1914年、民国三年に、ネイ・タケ氏将軍、翌年には、明る竹上将軍に任命されている。しかし、雲南省のサ津は、東次行らが、五国戦争を発動すると、陸栄亭は密かに、半遠征外の動きを準備し、 遠征外の宿敵というべき、新春権を密かに招き入れた。そして1916年、民国5年3月15日、陸は、厚生省の独立を宣言して、五国軍側に参加した。この急激な姿勢転換の理由について、ある論者は、五国軍支持の世論への配慮だけではなく、関東と督流済光を優遇する縁への姿勢への不満や、 関東への勢力拡大の意図などを指摘している。いずれにしても、陸の独立は円にとって強烈な打撃となったことは否定できず、その一週間後の3月22日に皇帝即位を取り消した。陸境帝自身の軍は、湖南省へ進軍し、幕久し新田の桂軍は、関東省へ進行した。これにより、関東の龍積光も4月6日に、 半円政前の独立宣言を迫られている。縁が6月6日に病死すると、竜は独立を取り消して、再び北京政府側に着いた。しかし、陸の桂軍は、李烈人氏率いる五国軍と攻撃する形で竜への攻撃を継続し、最終的に竜は海南島へ逃走した。同年10月、陸は甲州入りし、関東特軍に就任した。 1917年、民国6年4月には、陸は北京を訪問し、霊源広氏から両校巡越氏に任命され、関東、厚生両省の管轄権を認められた。同年、孫文が五方戦争を発動すると、陸坂へ定は南方政府の重鎮として、これを支持した。9月、孫文が甲州で五方軍政府を組織して大元帥となると、陸は、 雲南省の東津議行と共に元帥に選出された。しかし陸、党は孫文の過風に立つことを拒み、就任しなかった。次に、1918年、民国7年5月に、軍政府が改組され、孫、陸、党ら7人の総裁による集団指導体制になると、陸、党は総裁就任に応じた。同年8月には陸が擁立する新春県が、 主席総裁となり、陸率いるカツラ軍が、五方軍政府で主導権を握った。新と陸は、南北は平和平を唱えて、北京政府、特に直霊派との交渉を進めようとした。ところが、新春権、陸栄帝による、権力独占や北京政府との融和の姿勢に、反発して、孫文、東将儀、東次行、五帝薫るなど、他の総裁は、 敵対的姿勢を取るようになる。さらに、陸栄定による、関東支配は、関東人の反感を次第に高めていく。ついに民国9年、1920年7月、孫らを支持する、陳慶明が率いる、越軍、関東軍が、陸、新への攻撃を開始した。同年10月、新は追い詰められて下野し、11月までに、桂軍は、関東を駆逐され、 高生に撤退した。陸栄帝はそれでも関東支配を諦めず、北京政府の支援を受けて、関東への再侵攻を格索した。しかし1 9 2一年、民国十年六月から、孫文の円滑らの指示を受けた、陳慶明が、越軍を率いて、高生省を逆侵攻してくる。七月に、陸の復讐である高生変防軍、第二祖辞奏司令、陳広司令が、 孫文陣営への寝返りを宣言する。ついに陸は南寧でゲアを宣言し、9月末には最後の拠点留守も喪失し、上海へ逃走した。その後、陳慶明が孫文と決裂した感激をつく形で、1923年、民国12年11月、陸栄へ帝は、北京政府から厚生全哨前後、ただ主弁に任命されて南寧入りし、 再び、厚生省の統治者となった。しかし、省内を完全掌握した状況にはなく、陳広氏営の勢力と、理想人、白、高敷、高昇率いる新高生派、新桂系とが陸に対抗していた。この三勢力定律の中で、最強の陸栄亭に対抗するため、陳広氏営と新高生派が事実上の連合を形成する。年、 民国十三年四月、ケイリンに侵軍してきた陸を陳が包囲、攻撃した。その包囲戦の間の六月、新構成派は手薄となった南嶺を占領し、陸はさらに追い込まれてしまう。八月、陸はケイリンを捨てて全州に退却し、ケイリンは陳によって占領されてしまった。そして九月、陳の追撃を受けて、全州も失い、高生省から駆逐された陸は、 湖南省英州に逃げ込んだ。結局10月9日、陸は英,英州で下野を宣言したのである。以後、陸栄帝は正解に返り咲くことなく、1928年、民国17年11月6日、上海で死去した。去年70万69歳。陸栄帝を最終的に駆逐した新興生派の主導者たちではあったが、陸本人に対しては、 奇戦から身を起こして、後生の統治者となった、聖光誕や後生省に近代化をもたらした功績などもあり、必ずしも悪感情を抱いていなかった。例えば、李宗人は、大悪人の陳弘氏へと一時的に同盟して、陸を先に攻撃したことについて、李自身ですら、心情的には、穏やかなものではなかった、と述べている。また、当時の後生省内の人士たちも、 リックに対する感情はさして悪いものではなかったと証言している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。